今ね、バドワイザーのコスプレをして来てるんですけど、バドワイザーのコスプレをして来てるんですけど、歩くのがめっちゃ怖いの。ちょっと街に出るのがめっちゃ怖くて今戸惑ってんの。恥ずかしい、恥ずかしいよ。大丈夫かな。でも行くか、覚悟決めて行くかね。でも覚悟決めてね、行きますか。よし、いやもうもうね、行きましょう、行きますか。すいません、写真って撮れます？写真、うわ、まだいた、まだいた、ごめん、まだいた、本当、写真、写真大丈夫ですよ。あ、じゃあ、すいません、こっちで撮りますどうやって撮るの？え、一緒じゃないの？あ、一緒に撮りますありがとうございます。一緒じゃない。私はも撮っていい？あの SNS にあげなきゃ大丈夫。あげないか大丈夫。じゃあ、はい、あげちゃうかもしれないから。じゃあ。絶対俺の付き合ってくれへんやろ。なんでそのあいつお前に上すぎなんだよ。だって可愛かったもん。待って、あったどうする。誰でもいいんでしょ。そうそう、言うな、女の人だって。ほらー、これ絶対振るやつや。違う、あー、ほんと振るやつ。おばちゃんも、おばはん行こう。おばはん、だってレイちゃんも、何が友達やったらいいって感じ。付き合うもんやけど、やだって言ってないよ。なんでそう思ってんの？どうした？だって可愛いんだよ。誰が好きなの？芸能人。めいちゃん。なんで？ほんま酔っ払ってんねん。いや、分かってる、俺そんな、キチガイじゃん、そういうことはせえへん。誰がキチガイだ。自分で言ったんや。レイちゃんが嫌がったし。自分で言ったんだよ、自分で。もう、だって、レイちゃん、もう帰らない、電車なくなるじゃん。まだ11時ですよ。おう、うん、どこ行くの？大丈夫、大丈夫。どこ行くの？どこも行く、帰るよ。そう、うん、チッ。なんで？やってもらえない。俺分かってる。なんで？めっちゃ嫌がるの。そう、今日はもういいよ、だって分かった、うん、今日はこの態度、うん、次まだデートしてくれんの、うん、その時注意していいの。ちなみにな、友達付き合ってんの？付き合ってないよ。付き合ってない、うん、誰か、うん、でも、早しは取られんで、取られんで、取られちゃいそう。だってモテるもんね。全然思ってへんやん。思ってるよ。こいつ絶対俺のこと好きちゃうわ。オケ。何それ。俺ゴッツ好きやろ。俺でもレイちゃんと付き合ったらもう他以外も絶対。今じゃあ何ぐらいの、そういう人。何してる人？違うよ。何？あ、好き好きって会いたいとか言ってくる人。え、関西のおばはんいる。めちゃくちゃおるよ。
まあ、子供いる人で、そんななしで、なんかリアルな人、リアルで、レイちゃんだけ、ほんまに、あんこちゃんも、多分結婚したんだよ。なんでそれ、じゃあ、なんか、おやすみなさいとか言われるけど、多分なんか、ちょっと、なんか分かる距離感の、俺、多分言ってへんけど、結婚したのかなと思うけど、だから、なんかその、旦那さんとうまくいってへんかな、知らんけど、その遊びで俺に LINE したのかなみたいな、なんか分からんけど、まあ、まああるよね、そうそう、別に会う気もないしみたいな、でもいないの、ほんまに会うようなその年齢近い人はいい、ほんま地方のばばばかり、名古屋とか大阪とかじゃあ田中のか、結構さ、いるのにね、コメントで、いや、全部おばはん、田中の顔にチンコつけてたやん、あれ見て、私やったら吉田さんのチンコ食べたかったとか言われる、気持ち悪い、ちょっとお子さんだね、そんなこと、そうそうそう、若い子言わない、だれいちゃんだけやで、ほんまに、そうなんだ、うん、チップ、まあ、俺も言ってええんかな、いろいろ、まあ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 、まあ、やめときます、え、録音出すので言うと、そんな跳ねへんと思うけど、好きにしようよ。僕もさくらちゃんの、さくらちゃんの話してる、いろいろ。普通に分からんけど、初めて会うご飯で録音してたんや。うん、どんなんか分からん、聞いてみたいけどね。うん、もうなんだこれ、録音じゃ出してくださいよ、全然。録音出してください。有名勢。聞きたい、俺も聞きたい。有名勢なのか。YouTube 見てねえ言うてんや、宣伝やん。あるわけないやん、聞きたいって。おー。ナイスパー、あざす。あんな子やったんや、なんで今さら今のタイミングでこんなことしたの、分からんわ、もうネタなさすぎでしょ、うん、自分の、わか、あ、やっぱユリ YouTube に録音出すってあるわけないし、吉田さん気ぃつけや、ほんまやな、ちょっと気ぃつけなあかんな、気になってさ、出していいで、見ちゃうっすね、まあさ、まあ、出していいで、全然録音あるなら全然、まあ、僕はほんま知らんけど、そこは、うん、うん、どんな会話してたんか、うん、なんか気持ち悪いことも言ってんちゃう、俺も 100% 言ってるやん、おー、全然出していいですよ、ガシーってほどでもないで、もう別に俺が飲みに行って口説いてたそこのトークをあげる言ってるけど、ほんまに死んでほしいな、あいつ、まあまあ、めちゃくちゃ気持ち悪いな、マジで。まあでも多分やけど、まあ俺が思うんやけど、俺も逆の立場やったんで。ハニートラップにもなってなくて、こんなもん。そんなお前、ほんま。録音してた。まあ、ね、1回目のデート。お前、ハニートラップかけれるほどの顔面か !40 点ぐらいの顔で。顔何ほざいてんねん、お前、ムカつくわ。また怒ってるやろし。失敗してるみたいになってるから。腹立つわ。もうええけど、もう俺が知る。YouTube 出せ。まあまあ、それが。出せやこれ出せ、見てる人は気になるでしょ。逆に。そんな、吉田さんがデート行ったんで、そんないい品で。いや、だからその、見たいっていう人。160には気になる。160にも気になってんやろ、多分。20人ぐらいやろ。おもんないね、歌舞伎町のトップオブトップだぞ、おいで。なんか、桜なんちゃらっていうチャンネル。葵ちゃんのファンですとかって、お菓子わからへんわ。あ、この子どうした、桜ちゃんがヨッシーに手に負えるわけないじゃん。なんか、おもんないろ、ずっと。まあ。え、お前から言った方がいい。俺なんか、当事者で、アイコンかわいい、当事者で言われてるから、ああ、そうか、お前が言ったこと、負け惜しみたいな。そう、お前が言った方がいいで、全然、なんか言わしてるみたいで、お前の思うこと言えよ。なんか言わしてるみたいで。僕はだから、じゃあ、はい。お待たせしました。もう早々ね、新年一発目から第一刻。明けましておめでとうございます。さあ、皆様今年もよろしくです。こちらこそ。こちらこそ。マミちゃんが。はい。明けましておめでとうございます。いちごミルク。甘いね。もう、はい、新年から甘い。よろしくお願いします。まあ、今日最終回なんですけど、ね。もう言えばもうそれは。人がいないんで。何やねん。何これ、いや誰も見てへんだもん、ね、明けおめーということで、ここねちゃんね、僕ツイッターたまたま見たんですけど、こんばんはということで、ツイッター検索したら出てきたよ、はい、クジャク団で、はい、僕らの似顔絵描いてます、あ、エンジン、あ、僕ら似顔絵を、うん、ちょっと LINE で送ってよ、ツイッターに明けおめです、クジャク団で検索したら、はい、明けおめーということで、もう僕がね、僕の顔も見たんですけど、はい、あの TKO の木下や、完全ちょっと見てないんで何とも言えないですけど、 TKO の木下おは鶴瓶、あ、田中さんが、うん、僕の顔鶴瓶さんや、僕はどうでした、お前はなんかもう
あきわめロバートのババちゃんみたいな。よくないな。書き直せ。ここね。はい、書き直せ。はい。あけおめということで、どうですか皆さんは。はいはい。あけましておめこやりました。おめこはやってへん。あけましておめこやりました。なんだあけましておそんなん言う。あけましておめこやりました。傭兵ってあの傭兵。あけましておめでとうございます。福井県ちゃうの。福井県の傭兵。結婚の報告してきた傭兵。わからんけど。多分そうやわ。あやるかいと。あジオンアユリズは、パートナーがいいひんということで、まあ、かわいそうな人ということで、うん、お餅食べたい。そんな質問いらんねえ。俺食べたいとはどうすんねんボケ。あホッケンさんがもうホッケンっていう名前を、あほんま名前に入れていただいて。ここでちゃん自信作やで。はい、うん、あいま す, あます。あまだ明けまして、はい、おめこはやってないと、うん、なるほどなるほど。相方はいると。テレビ出演おめでとう。俺らの実力やけどね。お前ら関係ないけどね。ちっちゃい子めっちゃ見てるわ。職あるな。おっぷんちゃんこんにちはと。まあ挨拶はあるでしょうけどね、はい、もう本当に、はい、いやいや、まあ今年最後の配信ということで、まあ、出た初日からありがとうございます。配信初日やのに、もう今年もよろしくお願いしますということでね。発見できました。よろしくお願いします。発見さん嫌われてんで。何がいいの。お前好かれてる。気にすんなよ。ビビんだよ。お前好かれてる言ってたから。あっち嫌われてるよ。あそう。あいつ頭おかしいもん。気にすんなよ。もじもじの服侍何言ってるかわからん。うん。また会ということでね、今年もよろしくお願いしますと、はい、100人到達しました。新年のね挨拶が続きましたけどね、うん、僕ら何とも思ってないですね。なんでな、はい、お前の心どこに置いてきて。明けおめですということで京都に置いて帰ってきたんか。なんかありますか。僕はバンバン話したいことはいっぱいありますけどね。いや僕はもうね特にないですか、もうほんまに、明けおめ明けおめただただぼーっとして休んでましたね、休んでた、あれですわ僕は、はい、帰りで新幹線で今日帰った。あ、メール代わりありがとうございます。新幹線、はい、あ、メールさんどうも明けおめで、配信最後の日のやつ見てたんですよ、はい、12月29かな。そうそう、で、はい、田中ハッピータイム自分じゃ見れないじゃないですか、うん、でそれを見てたんですよ。で、うん、吉田さんがどんな感じでやってんやろうなと思ってパッて見たら、おい田中田中いて変なおっさん映したよ、間違えて。あ、クイズの、あー、謎解きゲームの、はい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 、はい、俺気づいてなかったから、俺ここで待ってたから、はい、お前ガチで間違って、うん、あ、すいませんって言ったと、うん、新幹線で爆笑してもらって、あ、ま、あ、笑ったんや。めちゃくちゃ恥ずかしかったよ。へー、それだけ。いやいや、年明けて。へー、いつも通りやな。あれ5回は見たよ。へー。ガチで焦ってたからおもろー思ってブーってなって、ほんまにこんなのあったもん電車で、うん、いや田中がいると思って僕は間違えたやつですよね。いやほんまにびっくりした、はい、あれあの時もね、もう知らない人は知らないですけど、前回ね、世紀末で、はいはい、高木さんが来られて、うんうんうん、あれ高木じゃねえよいちいちうるせえなって書かれて僕、はい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 、世紀末のおっぽちゃんで抜きましたけど、うん、あれ思いっきり高木やしね、ムカつくわあいつ。あ高木 D ね、高木さんしか、こんにち、うん、こんにちははって挨拶せえへんで、ムカつくわあいつ思ってほんま、俺楽しかったあの最後のせ、頑張りもう撮ったから、うん、最後年末の配信して楽しかったのだ。吉田高木さんにごちゃごちゃ言ってんじゃねえ、いちいちうるせえなって書いてて、あ誰やんだよ、知らんよあんな、であれ高木やしな、こんにちははって挨拶するやつ。ダンプカーとタコ八郎の動画面白かったよ。面白くないでしょ、あんなもんね、うん、もうね、山本夫妻もえらいどうなったごちゃごちゃ言えないですね。言えへんの。言えないですね、もういろいろ。今ちなみにどうなってる、うん、揉めてんのかだけは教えてもらえます。あ、言えないです、もう全然、全然言えないです。あ、そうなんや。だって僕そんなみんな興味ある。だって配信であの人らの話して、うん、削除してくれって言われましたから。いや言えないです、ね、それはかなんな。だからあんま言わない方がいいんですよ。面白かったんや。面白かったんや、まあまあでもだら僕らもみんなから聞いてた。さくらちゃんの話していい。さくらちゃんの話今喋ってたよ山本。年末の大晦日あたりにあげたあのクソ寒い動画、あの吉田さんと僕に口説かれて、なんかそれを盗聴録音してて、うん、それをあげたみたいな。で僕のことを虚言癖みたいなことを書いてたやつ見た。あれごめん俺1分半ぐらいしか30分あって俺見てないねけど。見れへんよあれ。俺全く見てないけど、うん、
ちょ、もうそれ言わしてよ、もう別に。俺ほんま分からんから、それだけ。じゃあほんま全部言ったから。あれさ、うん、なんか、だから俺が嘘ついてるっていうことやろ、あの人が言いたいのは。さくらちゃんは俺が虚言癖、うん、嘘ついてるっていうのを、うん、みんなに言いたかったやろ、うん、でその嘘ついてる内容が、うん、配信では僕手つないでないって言ってんね、うんうん、それをつないでたらしいね、うん、で9時に帰らせたって言ってんのを、うん、11時に帰ってるらしいね、うん、それを言ってるだけやで。ああそういうこと、手つないでつないでへんと時間のだけでと1ミリも触ってへんって言ったのに手つないでるから触ってるやん、うんうんまあまあ、それを言ってるだけで。あ、そうなん。何そのしょうもない動画、もう炎上とかせえへんし。28分間載せてたの。ちゃい、だから俺のあやりとりよか、ちゃい、俺のあれも入れてやんか、うん、あーやりとりね。あこの配信を切り抜いてあげたはんのよ。へーやばない、ほんま大滑りしかましよったな思て。ちょっと見てないからわからんわ。俺も見てへんね、聞いただけやねん。もう見よう思わないから30分とか。いやちょっと長かったな、もうちょっと切ってほしかったな。これでやるかっていう。だって必殺の口説きっていうかあれでしょ、いつものやつ。だからチューさしてとか付き合ってとかなんか言うてるら、うん、言うてたみたいなんよ。オフ会でやるやつ。それを俺9月かなんかに会うたやつ覚えてもいいへんことを、僕は嘘つきやみたいなことをおっしゃってるんですよ。だからまっちゃんかわいそうやな。え、まっちゃんんで、それをたけし軍団さんの名前も使ってやってて、あ俺あいつほんまに殺したるかなと思って。8年前の話で抹茶されてるけど、ま、4、5ヶ月前やろ。まあ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 、まあ、ダウンタウンの松本さんいいんすけど、でもそれを言うてて、んで撮ってたんすごい。なんか撮ってんのなんか思わへんやん。俺40年来てて録音とか盗聴されてるなんか思わへんやん。初めて思ったね。初めてやん、それ何がおもろいんかもわからんし。それで言うと、もっと泳がした方が良かったやんか。それを出すんじゃなくて、もっとエロいこと言わしたり、卑猥なこと言わすのを取ったりとか、もっと言うたら、やらせて吉田さん言ってもらえませんかって言った方が良かったのに。中途半端やった。意味が分からんし、それをやってる。もうほんでもう、まあ僕らがそんなめちゃめちゃ人気でもないからね、売名にもなってへん。痛くも痒くもないしょうもないことをして、もう全部言っていいかな。普通録音せえへんよね。せえへんよ、もうそんな。でそれをやったわけじゃないですか、アホみたいに動画をアップしてね、アップした動画を晒して、うん、踏んで、うん、あのあれもじゃあもう言ってやるから今日。分からん。なんか僕もう言うで、別にもういいでしょ。いいそこであんこちゃんの話をしてたらしい、うん、あんこちゃん僕見てないですけど、なんかあんこちゃんはこんな人やみたいなことを言うてたのを、うん、そのまま使ってて、あんこちゃんが消してみたいなことをコメントされてるんですよ、うん、そのさくらちゃんのとこでね。古虫やで。まあまあそら、そらってどういうこと。はそんなんじゃ決勝ライの向こうはだって、そんなもう正義か悪か知らんけど関係なく行くつもりやったからいうわけやから。だからあれでしょ、してたんや、うん、そうそうしてたのを、うんうんうん、あんこちゃんは私関係ないでしょ、うん、っていうので、そこ P 入れたよから、ね、あそうそう P 入れてみたいな言うてもはにゃとかなんかそんなんで、なるほど、もうえぐいからえぐいなっていう、うん、巻き込むなよっていう話でしょうね。いやー怖いね。だから僕が口説いてるとこだけ使えばええのに。確かに確かに。そう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 。目的は何か全然わからんくて。そう。ほんで、なんか俺、ほんまに見てへんね、うん。お前のことカカシって言ってたみたい、俺。うんうん、あいつはカカシやみたいな。あよくまあ、普段からよく言うやつ。それも多分なんか、お前を怒らせようとして言って、乗せたんかなとか俺なりに思って、そんなんで怒るわけないこのやめんなようちの棚が全然せやな、クソ寒いね。なるほど。コメントばー見たらタロポンが書いてね、スカッとしました。あ違う言ったんや、どこでスカッとすんねん。いやあんこちゃんのこと守ったんだけど、それは書かない方がいいですよみたいな、スカッとしました言って、タロポンあっちが言った、クソ寒い、お前ほんまゴキブリやんあいつこうやって隠れてなんかそういう時だったらうわー出てきて気色悪いなー思って、ほんまそうね、一般の人はかわいそうですね。そうそうそう、あんこちゃんはね、まあ
俺はそう、怒るとこじゃない。あんこちゃんにはね、ごめんねとは言いましたけど、もう何言ったかも僕ほんま覚えてなくて、あの人の覚えてないっていうのはどこですかと。だから吉田さんが嘘つきやでっていう、どこがどうあれで嘘つきなん、もう意味がわからん。いや見てないからわからんけど、違う違う、だから今言うてんか、それだけやん俺。だから、手つないでないって言ったのにつないでる。でもそれでも一応吉田さん嘘つきやっていうので覚えてない言うてんけ、カットしたっていう。俺覚えてる話言ったのか、ほらあいつの体ちょっとでかかった。かかし感じでかかんで。体でかかった、あった時、なんか、顔シュッとしてんのに体でかかった。なんか、ティッシュカバーみたいな服着てた。なんか、なんかティッシュカバー。優しい包み方。いや、なんかティッシュカバーみたいな服着てんな、思った。あと、パパ活の話めっちゃしてた。お前もう何やって弱いな。パパ活の話は載せへんのかい、お前の。なるほど、パパ活経験者やから、そういう録音とか。いや、だからもう常習犯やろ。録音とかティッシュカバーみたいな服着とったぞあいつ、ほんま。リスナーの部分はまあそうね、ちょっとそこは編集、まあ、ほんでアホがその配信見て便乗して、うん、まあ俺に省かれたやつらやが便乗してごちゃごちゃやっとんね、タロちゃん。タロボンが合わらんで誰がやってるか。タロボンさん書いてないコメント。あー違う違う、だからそれ以上にやられたでしょ。あーだからアホが便乗しとんねん、あんなもん痛くも痒くもないし。ボケー、タロボンさんとか。ボケー、お前のこと見えへん言うてたのに、なんか遠回しに。ほんで見てるやん、もうだゴキブリやん。すごいな。だからほんで俺ほんまだからあいつら全員集めてバルさん耐えたのかな思って。知らへんよ。死ぬやろ。ごほごほ。じゃあほんま全員集めバルさん耐えたのかな思って。逆向いてこんなはならんで。規則悪い。規則悪いやあいつら、バルさん耐えたのかな思って。あいつも気持ち悪いけどね。寺岡ね。寺岡も、ま、俺のカラカン来んな言うて言ってるし、言ってたな、速攻言われたしな。吉田さんなんか迷彩服のおじさん来ましたよみたいな。もう寺岡やみたいな思って吉田さんいるって聞かれましたって、うん、で俺休みやったからいませんって、うん、吉田さんにこのこと言わないでよって言って。なんなん、どういうこと。気持ち悪い、ほんま。バルサ持ってる、あいつ耐えたったらいいんじゃん、あいつらほんま。いやいや、あいつら一応知能あるから窓開けよ。ほんで寺岡も悪口言うとるせな、ほんまムカつくわ、ほんましつこやな寺岡、ほんま腹立つわ。何しにカラカン行ったん。え、何しにカラカン行ったん。知らんよ、もう気持ち悪い。あいつ桜もやばいけど、吉田も十分やばいよ、やばいよ。いや、お前の方がやばいわ、ボケ。やばいよ。何がどうやばいね。俺くどいただけやんけ。いや何が悪いねん俺。勝手に盗聴されて晒されて、まあね、何があかんの俺何してん、ほんま。まあお前で言うと恥ずかしめなだけ、ね、あっただけで。ほんで俺訴えたるから思ってて、うん、じゃああいつムカつくから、うん、ほんまに勝手に盗聴されて晒されたわけやん、うん、でその内容聞いたわけやん、うん、なんか手つないだつないでへんみたいな、うん、訴えるほどでもないな、そらそれ全然。なんなんこの弱い、この弱い話、まあ、こんなちっちゃいとこでやりあって、まあまあなんか、しかも俺全員にお前らから喧嘩売ってきてるしな、俺何も売ってへんからな、勝手にやってきてるしな、もう全員頼むから全員ほんま、俺から何もやってへんからなほんま、あと興味ないしなほんまに、俺興味あんのはアイラ。山根さんは無理やろ。山本夫妻の猫、そこだけや。夫妻にも興味持てる。興味ないねんて、もう俺別に勝手になんか。だからよくよく考えたらなんかちょっと知名度出たんじゃない、そのお前で踊らされる。あ、いいように言ったらね、悪いように言ったら恥ずかしいだけやけど、別にただお前が若い子を口説いただけっていう何の変哲もない。口説いたっていうほどでもないし、口説いたって下心あっただけは、別に一回まあかませれたらぐらい。いやだからチューしてとか付き合ってみたいなことを言うてるで、うん、で何俺が嘘ついてんねんみたいな。覚えてへんねん、印象もないねん。もう俺が覚えてる印象言うで、もう一回、体がちょっとでかい、顔はシュッとしてる割には体がでかい。